そう、ね、もうこれは本当にラッキーでして、はい、
昨日に変わって、あ、まあ、ちゃんと受かったんですよ。ありがとうございます。いやでもさ、おばあさんなんかめっちゃ俺のこといじってくるけど、はい、あなた去年なんか試験でなんかテスト落として静岡ペラの夏合宿行けませんでしたよね。実はもう皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお詫び申し訳ございませんでした。ちょっとね、涙なしには静岡ペラと関われない。本当ですよ。あの過去の話なんか許してくださいよ。参加、ね、参加、大会しましたって LINE で。シエット取りだけ、シエットなんかね。いやでも、許してくださいよ、もう。いやなんかそんなさ、過去のことだとかさ、言ってるけど、やっぱり過去のことを振り返るっていうのは、すごい大事だと思うんだよね。で、ここにありますのは、僕が再試験のために勉強した最新ノートです。僕は過去を振り返らないと前を向いて歩けないなってすごい思うんですよね。だから皆さんにもそういうことの大切さを分かっていただけたらなと思います。では聞いてください、僕の音。澄ますと母さんから聞こえる雨の音、思いを綴るとここに座って言葉探して考えて書いてつまずいて消したら元通り、12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝え少しずつなっていった。